飲めて入ってるかどうかわかんないぐらいなんですけど、なるほど、前よりは飲めてる、口に入れれてるんじゃないかなと思うんですよ、これすごいすごいね、うん、運動するとちょろっとやったんだけどね、これはじゃあ引き続きつけてください、はい、とても分かりやすい、はい、じゃあちょっと身体検査からしていきます、はい、じゃあちょっともらいますね、はい、じゃあ一瞬ちょっとそれ清掃室にお越しいただいてもいいですか、こっちで見ると、はい、すごいご飯食べるようになってめっちゃ嬉しいですね、それは。そうですね、すごい嬉しい。それだけ推定16、17歳で17歳。この子ってさ、舌の潰瘍があって腫瘍かもしれないとか言ったことでね、はい、で肺炎は転移してないと、この子ってさ、こんなんやりましたね、じゃあ顔をちょっと落ちて刺して、うん、出た出た、口の中の色って 見てます見れる、長く見れないですよね、なかなか、まあ、見れんかったらそう無理はしませんけど、できればチラッと見たいよね、元気出てくるとね、難しいんですよ、あ、抵抗が激しくなるから、ちょっと前やめておくか、はい、じゃあね、抗戦照射用意して、じゃあこの場でできる治療をやって、はい、薬は一応じゃあもう使ってもらったんですか、ね、はい、なくなっちゃって、じゃあ今日また出します、はい、で今日からさ、あの B の薬、ステロイドは2日に1回にしますから、わかりました、だから、はい、最後ステロイド飲んだ昨日の夜の、あ、はい、ですよね、あ、なんか1個足りなくて、足りなかった、飲ませてる、あ、そうか、ここで飲ませてるからね、で、1分でいいですか、いやいや、10分にして、昨日は来れなかったんで、で、昨日はなんか飲ませれなかった、あ、なかった、はい、まあじゃあちょうどいい、あれで次来れるのは火曜日なんですけど、あの再来週の、あ、来週ちょっと無理で、今日10日ですよね、はい、で、来週の無理で2日まで出せますかね、わかりました、ちょっと待ってくださいね、また調子悪くなったらその来週の半ばぐらいで、うん、ちょっと車の関係で、じゃあ10日分出す、はい、元気だったら、はい、わかりました、じゃあ、ね、2週間分出しますわ、あ、ありがとうございます、ね、で、B はあの基本2日に1回ね、はい、その方が3枚も説明したと思うけど、はい、ステロイドの副作用が大きいから、はい、で昨日ちょうど飲んでないんだったらあの B の薬は今日からね、はいはい、偶数日に伸ばしてくださいね、はい、よし、じゃあこっちの準備ができるんですか、抗戦照射させてくださいね、こっちだから16日だから、まあ、なかなか難しいけどさ、もし口がパカッと開いたとこがさ、はい、写真とか動画撮れたら撮ってください、あ、はい、わかりました、なかなかここで開けるの難しいから、まあ、取れるの難しいですよ、だから取れ方は取れないでいいんですよね、はい、もし取れたら、ね、はい、では私が見たいのは要は歯茎の口の中の口腔粘膜の色と、はい、それからあと口の中の舌とかどうなってるかなっていうね、はいはい、あ、じゃあ流動食やんなくてもいいんだ、よかった、難しいんだよね、草亀の流動食、この前は口出ちゃったし、あと開けるときに傷ついちゃう、そうそうそう、無理やり開けるからさ、食欲の多分ね、ステロイドが効いてんですよ、
点滴はこの間14したので今日15年、はい、1だけ増やします。今4分経過です。ちょっとこの子。